初心者向けのアメリカ手話26選。アメリカでは25万から50万人の人が ASL アメリカ手話を使用しています。このコミュニケーション方法をどれだけ知っているかテストしてみましょう。さまざまなジェスチャーの絵を表示します。そのサインの意味を選ぶ制限時間は5秒です。その後にその予想が正しかったか答えを発表します。始める前にチャンネル登録をしてお知らせボタンをオンにし、ブライトサイドの仲間入りするのもお忘れなく。 1. A. おいで。 B. 犬。 C. 車。 D. 低い。答えを選ぶのに5秒差し上げます。B を選んだら大正解。アメリカ手話で犬と言いたかったら、犬を呼んでいるかのように太ももを手でタップしましょう。 2. A. 大きい。 B. ハッピー。 C. 牛乳。 D. もうたくさん。時間です。この手話の意味わかりました？答えは C。 牛乳が欲しかったら牛の乳を絞るように手を広げて締めましょう。 3. A. 飛行機。 B. 危険。 C. お牛。 D. 疲れた。時間を有効に使えました？答えは A です。この合図は飛行機を意味します。このまま手を上に動かしたら、このジェスチャーは飛ぶという動詞に変化します。 4. A. いいえ。 B. 間違ってるよ。 C. ダンス。 D. 完了。答えをお選びいただくのに5秒差し上げます。あ、A を選びました？残念、間違ってますよ。答えに D を選んだ人は正解です。おめでとうございます。何かを終えたと伝えたいときは手を前後にひねりましょう。 5. A. こんにちは。 B. パパ。 C. 大丈夫。 D. おでこ。正しい答えは B です。親指でおでこをタップすると、お父さんを表すジェスチャーになります。 6. A. 山。 B. お会いできて光栄です。 C. うさぎ。 D. おじいちゃん。どれだと思います？この合図は山脈に見えますが、本当の意味はおじいちゃん。お父さんを表すサインに似ていますが、額を一度だけタップするだけでなく、手で山を作ります。あ、簡単すぎました？じゃあこんなのどうでしょう。 7. A. どっち？ B. 高い。 C. 動かして。 D. 鳥。A を選んでいたら正解。話している相手の人がどちらを意味したか知りたいときにはこの合図を使います。 8. A. 虎。 B. なぜ。 C. どこ。 D. 怒っている。答えは D。 自分が怒っていることを伝えたい場合は手で引っかくような仕草をします。指の先がお腹のあたりに来るようにしましょう。それから手を上に向かって動かします。 9. A. 切る。 B. 一週間。 C. 必要な。 D. 短い。この合図の答えはわかります？正解は B。 アメリカ手話では週という単語にいくつかのバリエーションがあります。基本的なものは、利き手の人差し指を利き手ではない方の手のひらに沿って動かします。 10. A. エクボ。 B. 笑顔。 C. 嬉しい。 D.
キャンディ。この合図がエクボでないわけがないと思ったら、実はキャンディです。だから答えは D。 アメリカ手話を使ってキャンディを要求するときは、人差し指の先を頬の近くでひねります。 11A 十分、 B ちょっと、 C 黄色、 D 大丈夫。C を選んだら正しい答えです。何かが黄色いという時には、手で Y を作って手首のところでひねりながら手を数回動かします。12A 靴、 B 石、 C 対立、 D 準備はいい？アメリカ手話で靴の話をするときは、両手を握りしめて数回ぶつけ合います。ということで答えは A。 13A 難しい、 B ノック、 C 働く、 D 忙しい。両手で握り拳を作って、利き手ではない方の手首を数回タップすると、働くという意味の合図になります。これが C の答えが正しい理由。 14A 疲れた、 B 寝る、 C ひげ、 D スノーケリング。なんだと思います？B ですか？正解です。寝るという単語を示したいなら、手のひらを平らにして顔の前に持ってきます。その手を顎に向かって指をまとめながら動かします。15A 赤ちゃん、 B 運ぶ、 C 歩く、 D かわいい。これはそんなに難しくないですよね。答えは A。 赤ちゃんの合図を使いたいなら、赤ちゃんをあやしているかのように腕を抱きます。そしたら腕を少し揺らしてください。それからおむつを替えて、あ、すいません、これは冗談。 16A いいえ、 B トイレ、 C 面白い、 D ソーセージ。正しい答えは B。 アメリカ手話でトイレを表します。右手を使って T の文字を作ります。手のひらは外側に向けるようにします。左右に手を数回動かします。別の方法としては、手首のあたりで手をひねります。 17A カップ、 B コーヒー、 C 飲む、 D 厳しい。正しい答えを選んだか確認してみましょう。右手を使って C を作り、それを左手の手のひらに置いたら、これはカップのサインです。ということで答えは A。 この合図は時折食べ物が入っている入れ物を意味する缶を表すこともあります。おめでとうございます。テストはこれにて終了。何個正解できました？コメント欄で教えてくださいね。それでは次に、アメリカ手話を使う人と話すのに便利な言葉をいくつか見ていきましょう。18、お願い。アメリカ手話を話しているときは、普通の英語を話しているのと同じくらい丁寧にすることもできるんですよ。お願いを表すには、右手を平らにして胸の中心で何度か円を描きます。時計回りの動きです。19、ありがとう。感謝を表したいなら、利き手の手のひらを唇の近くに持っていきます。感謝を表したい相手に向かって前後に手を動かしてください。笑顔をつけるとより一層いいですね。20、すみません。手を前に伸ばします。手のひらは上向きです。右手の指先を左の手のひらに2回軽くさすります。右手の大きな指関節を少し曲げましょう。
他の指関節はまっすぐキープします。21、こんにちは。こんにちはというには、手のひらを外側に向けるようにして、平らにした手を頭の横に置きます。誰かに手を振っているかのように前後に動かしてください。22、ごめんなさい。右手で拳を作って胸の前で円を描きます。時計回りに数回行いましょう。同じジェスチャーは謝るや後悔するという意味でも使われます。23、助ける。 A という文字を作るように左手を握ります。広げた右手を左手の下に置き、両手を上げます。24、さようなら。手のひらを開いて指を閉じます。そしてまた手のひらを開きましょう。実はこのジェスチャーは世界中で使われている伝統的なさよならの動きとそんなに変わらないんですよ。25、いいえ。いいえというためには、人差し指と中指を出して親指をタップします。同時に頭を左右に振ってもいいですよ。26、はい。拳を作ります。肩の位置あたりに持っていきます。うなずきながら拳も素早く上下するように動かします。どれくらい手話を知っていますか？コメント欄でいくつ問題に正解できたか教えてください。この動画を高評価して友達と共有しましょう。チャンネル登録をして人生のブライトサイドに仲間入りしましょう。